もう授業時間は始まってるのよ。静かに筆記用具以外はしまいなさい。ゲソミ、盾の先生はどうしたんだよ。ゲソミ、盾の先生は怪我でお休みです。私が監督して何か問題でも。やばいぜ、盾のジジイだったら難なくカンニングできたの。ねえ、ゲソミ先生ってどんな人？そうか、国へは転校してきたから知らねえんだな。あいつはカンニングを見つけるのに命を懸けてやがるんだ。何人をも退学に追い込んだ超度級のサディスト。カンニングならやめといた方がいいぞ。つまんないことに命かけるのね。では始め。アネゴ、どうしやす。このままじゃあたいらダブリ決定です。アネゴ、分かってる。何としてもゲソミから目を離すんじゃないよ。たとえ一瞬でも隙は必ずできるはずだ。今だ。なんと古典的な。どこかにいないの？狩人を本気にさせる斬新なカンニングができる子は。立ちなさい、腐ったみかんども。一度だけチャンスを与えます。次はもっと私の魂が打ち震えるようなカンニングをなさい。もっとも、そこにちゃんと脳みそが詰まっていればの話だけどね。あたいらはみかんじゃねえ、人間だ。そうだそうだ。あらあら、腐ってる分際で生意気な口聞くのね。なんだとこら。姉御さんたら血の毛が多いんだから。なんだとこら。今のうち出てらっしゃい。心得まいた。ご安心召されよ、プニエ殿。我ら一夜漬けの勉強で学問の真髄を極め申した。あれはカレーの時のガサイさんたち。カンニングすら下僕にやらせる気ね、プニエちゃん。数学でござるか、プニエ殿。そうよ、早くして。プニエ殿、こんなことをご存知かな。何？我らは魔法力で命を吹き込まれた野菜、仮初めの傀儡。それゆえ命を与えた術者の能力を超えることはできませぬ。私の能力を超えられない？まさか。さよう。それがし恥ずかしながらこの問題、ちんぷんかんぷんにて候。なんと。申し訳ありませぬ。役立たず。かくなる上は腹を切る。邪魔者殿。それがしの命をもって償いまする。プニエ殿の御ためにや。はい、黙れ。いい話しませぬ。死ぬことだけが野菜か、限りませぬぞ。何でござる、野菜の情けじゃ。うるさい。ウヌの腹渡ごときで留年を免れるのであれば苦労はせぬ。どうかしましたか？なんでもないです。あなたたち、後で抗菌室に来なさい。てめえ、いつか見てろよ。晩作尽きたわ。
重量なる我が野菜たちに積む。深く試験の体制と我が実力の現状とに鑑み、非常の措置をもって時局を収集せんとここに干す。兄様、一丸二丸をもって本作戦は終了。誠に遺憾ながら本試験の遂行を放棄する。あなたたちは速やかに元の野菜に戻りなさい。ではご留年なされるので？留年なんてしないわ。リリカルトカレフ、キルゼムオール。魔法の国のプリンセスが実はバカであることを知られてはならぬ。バレるくらいなら、バレるくらいなら、この星もろとも10万億度へと旅立ちましょう。マジカル A ウェポン、ヨセプニエ。それを爆発させたら半径1億天文単位の範囲全てが原子核崩壊するんだぞ。貴様、テストができないくらいで死を選ぶというのか？とりあえずここから運び出そう。あ、真ん中春の駅に30分おきに新幹線が止まっている。しっかりしろ、それは幻だ。後ろから答案集めなさい。こんなんでテストになるか！てめえおかしいぞゲソミ。そうだそうだ。かわいそう。バカでも友達やめないから安心してね。クニエ、やりやがったな。0点の徹子ちゃんは内申書のおかげで留年を免れましたとさ。めでたしめでたし。